婚活リアルトークラジオサムシングフォー。サムシングフォーとは、花嫁が結婚式で身につけると幸せになれると言われている新しいもの、古いもの、借りたもの、青いもののことです。パーソナリティは村田ひろ子と悦子がお送りします。この番組は東京銀座池袋で展開するバーリブレとコーラでヘルスケアする新習慣を提案するクラフトコーラシロップメローコーラでお送りします。はい、はい、9月2回目1回目です、2週目ですね。始まりました。まだ暑いんでしょうね。暑いですよ、ね、沖縄は、ま、全然まだ夏です、ね、まだまだ泳げますもん。夏です ね、 ね、泳げますもんって言った時、私今東京にいるけどねね、うん、いいな沖縄ね。あれ昔あの2月に沖縄行ったことあるんですけど、うん、晴れてれば全然半袖でしたね。へえ、まあ、普通に20度ぐらい、あの冬でも。うん、2月で20度ですからね。2月なんて東京じゃ ね、寒くて寒くて、ね、0度とかになりますもん ね。だからあの大学の時に沖縄出身の子がいたんですよ、うん、で2月で20度ぐらい行くじゃないですか、うんうん、でもダウンとか持ってるんですよ。へ、これいつ着るのって言って、うんうん、いつ着んのねえ、いやでも着るんですよ。20度ぐらいで体感温度が違うのかなかもしれないですよね。じゃあ沖縄の人たちは20度だいぶ寒いぞってなるのかもしれないですね。そうだよね。え、じゃあちょっと東京の冬とか、いやだから来たら結構びっくりしちゃうじゃないですか。四季を感じる、死んじゃうってそうだよねダウン2枚重ねぐらいの感じになっちゃうね、うん、1年目は結構大変じゃないですかね。そうだよね。逆にね、北海道なんか行けないね。行けないですよね逆に北海道とかなっちゃいますもん。北海道の人もね、寒いとこで慣れてるからね。でもあれ東京の方が寒いって聞きません？え、そうなの？うん、なんか北海道の出身の人が東京の方が寒いって言ってます。どういうこと？もう寒い寒いと暑くて痛、うん、なんか痛くなるよね。なんか多分、うん、向こうはもう暖房設備がしっかりしてるじゃないですか。部屋の中行ったらもう東京より全然暖かい、快適なんだと思うんですよ。あとはあれです、東京はなんかのかビル風とかコンクリートジャングルなんで、うん、なんか土のぬくもりみたいなのが全然ないじゃないですか、うんうんうん、だから結構寒い、そうだね、そういうね、なんか違った寒さみたいな感じらしいです。見るなの隙間風がすっごい寒いもんね。風が冷たいしね。確かにそうかも ね、 ね、うん、だから違う、なんか地域によっていろいろねありますけどね。本当ね、日本ってね、アメリカとかに比べたら小さいのにね、うん、全然違うよね。四季があっていいなって。本当日本の四季は素敵ですね。素敵ですね、うん、皆さんどうでしょう、四季を感じてるでしょうか。まだ暑いですからねちょっと冬を思い出して涼むっていう。そうね、そうね、そうしましょう、ね、まあ、すぐ来ちゃうんですけどね、うんうん、すぐ寒いですよきっと。すぐ寒い、ね、本当ちょっと沖縄の人もね、ちょっとね、なんか東京に来ることがあったら、うん、いつの時期おすすめかな。でも秋おすすめだから。秋おすすめです ね、 ね、美味しいもんいっぱい ね、 ね、東京来ますし ね、 ね、うん、サンマとかね、そろそろ解禁になるんじゃないですか ね、 ね、本当なんかね、高い年もあれば、うん、安い年もあったりね、うん、もう風物詩みたいなもんですよねあれでニュースになるんですからね。なるなる、今年はサンマが高いとかね、高いぞっつって、うん、すっごい安い時もあるからねうん、うん、イワシとかなんかすごい大量に何十円みたいな時とかあったりするから、うちの方だとね、ね、なんか お魚ってね、自然相手ですからね、本当 ね、 ね、うん、果物も美味しいし、うん、秋はいろいろ食べたくなるね、ね、うん、ということで、ってことで、はいはい、今日はどんな感じですか。今日はね、じゃあまた予備軍の人でこんな人いるけどっていうところでまたわしゃわしゃやっていきましょうか、うんうん、婚活予備軍ですね。婚活予備軍のね、うん、じゃあ今日は30代、はい、ね、30代前半の男の方、はいはい、ちょうど適齢期というか、適齢期なんですよ、ね、はい、うん、とても適齢期でね、だからみんなもちょっとこう聞いてて一番ピンとくんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、なんせ条件がまた過ぎますよ。また皆さん条件、うん、理想高いですね皆さんね。そうなんです、ここはね、まあ、最初はそんなもんですよ。まあまあそうですね、うん、まあまあまあそうです、うん、あのね、どんな人がその方は好みかっていうと、うん、OL さんで、はい、OL さんじゃなくてもいいんですけど、ちょっと企業で働くような女性で、うん、スタイルがよくって、うん、顔もあの美しく、うん、日曜日なんかは青山の、スポーツクラブで、はい、
朝はスイミングで、午後からはお友達とおしゃれなカフェでランチ、はい、みたいな生活をしている人が好きだという、うん、なるほど、港区女子的なあれですか。そうですね、そうです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 、はい、いわゆるその通りですで、ご本人はじゃあどうかと言いますと、はい、ま、お坊ちゃま様で、うん、はい、はい、あのお金には余裕がある方ですね、うんうんうん、だから、まあ、お金は安定されてると、うん、お仕事されてるんですか。これがね、お坊ちゃま様なので、はい、お金が安定してるので、うん、いろいろ好きなことしなくてもいい、うん、で好きなことをチャレンジチャレンジ、うんうん、チャレンジと、はいはいはい、いろいろチャレンジするんですけど、すべ、うんうん、てが定まってない状態ではあります。なるほど、はいはい、なるほど。だけども結婚がしたいと、はい、言ってる中で、うん、まあ、お父様の会社があるのでね、はいはいはい、一応それは継いでいるので、まあ、安定してるんですよ。あ、じゃあ一応社長さんということになるんですか。次期社長ですね。次期社長ですね、はい、次期社長の中で、でも自分の中で違うこともやってみたいっていうところで動いてます。なので、まあ、お金的には安定なので、結婚されても、収入的には、ね、収入的には OK な感じではあるんですけど、うんうん、理想が高いという方なんですが、うん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 、どうします、こんな方、ひろこちゃんならば。なるほどですね、はい、本当に結婚はしたい、結婚はしたい、結婚はしたい、はい、あ、もう一つ情報としてはですね、はい、うん、この方は、アプリ、はいはい、もう散々や20代からやってまして、はいはいはい、アプリ界の帝王とマッチングアプリ界の帝王、はい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 、こんな方いらっしゃるんですか。はい、あの自分のことを知らないやつはいな い, いそ, そんなことあります。はいはい、はい、逆に見たいですあ、見た感じもこうパッと見、うんうん、あの背も高く、はいはい、あの素敵な方ではあるんですよ。なので寄り添い合いがちょっと足りないっていうんですかね。やっぱり理想が高いっていうところがあるんですよ、はい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 、ここをねちょっとやっぱりまず予備軍なんでね、はいはい、あの入会されてないんですけども、うんうん、まあ、うーん、ちょっと入ってみたらっていう話は今してるところではあるんですけども、うんうんうん、いや、いけんじゃないかって、また、またいけんじゃないか問題ですよ。はいはい、アプリでいけんじゃないかってことですね。アプリで、そうなんです。やっぱね、アプリとちょっと金額が違うじゃないですか。そうですね、うん、まずね、一つは入会金でみんな引っかかるらしいですよ、うんうんうん、ちょっとある程度まとまった金額。そうですね、うん、アプリだと、まあ、何千円だったりとか、はい、する中で、ね、そうなんです、うん、そこで引っかかってるんですけど、はいはいはい、でも本気っていうところがあるならば、うんうん、まあ、こっちもアプリみたいな形でね探すんでね、うんうんうん、あのもうアプリの帝王であれば、うんうん、もうちょちょいのちょいじゃないかと確かにね、そうなんですよ、うんうん、まあ、ちょっとアプリと違う部分もあるので、うんうん、まあ、アプリの帝王だったとしても、うん、結婚相談所でうまくいくかっていうと、うん、またちょっと別の、まあ確かにね、あれですけど、うんうん、まあ、そうですね、まずその本当に結婚がしたいのかっていうのを自分で自問自答してもらって、うん、確かにね、でアプリは結婚できなくはないと思いますけど、うん、結構遠いと思うんですよ、結婚までね、うん、そっか、はい、アプリ、ね、そうですね、やって、まあ、お付き合いしても、うん、2年後3年後に結婚っていう形だと思うのでね、うん、一般的に言ったら、うん、で、ね、本当に結婚したい女性なのかっていうのもわからないですしね、うん、アプリで知り合った女性がね、うん、で結婚という視点で見るとだいぶ遠いところにあるんじゃないのかなっていう気はしますよね、うん、そうよね、だからやっぱ予備軍たちの話を聞いてるとあれだよね、なんかその結婚したいよって、うん、本気で結婚したいよとは言うんだけど、うん、やっぱり本気度が本気度問題、あ、そうそう、なんか私が今ねこう初めてお聞きした話ですけど、うん、まあ、先週の方もそうですけど、うん、本当に結婚がしたいのかなっていうのは、うん、一度聞きしたくなる感じはしますよね。だからね、聞くんだけどねしたいっていうのよ、でもそのしたい度が違うんだ ね、 ね、うん、きっとね、うん、じゃあそのなんで結婚したいのかっていうところまで知りたいですよね。また子供が欲しいのか、まあ、将来一人だと寂しいだろうから結婚がしたいとか、うんうん、きっと皆さんそれぞれの、ね、理由があるじゃないですか、うんうん、結婚がしたいと一口
ちに行ってもね、うん、その後半戦、後半戦、うん、40、50とかになるとやっぱ家族が欲しい、うんうん、やっぱ老後とか考えてとか多いけど、うんうん、やっぱまだ20代30代っていうのはまだそこまでじゃなくって、うん、自分の自分としてのこう楽しみとか、うんうん、そのパートナーとして の, その延長上、彼女彼氏の延長上っていうところなんでしょうけども、だからその辺だとまだちょっとこう本気度が薄いのかなって思ったりはね、うん、するんだけど、でも30の壁があるじゃない、やっぱ30、40の壁っていうところが、うん、 そうですね、はい、ね、うん、その辺をね熱く語りたくなっちゃうよねそうだから、なんで結婚だから、それは本当に結婚じゃなきゃダメなんですかって話じゃないですか、うん、例えばその寂しいとかだけだったら、うん、別に結婚しなくても一緒にいることはね、うん、できますもん ね、うん、そうね、だからその方がなんで結婚がしたいと言ってるのかっていうのはちょっと掘り下げて、まあ、いくと ね、 ね、これは皆さんそうだと思うんですけど、うん、なんで今私は結婚したいんだろうみたいなね、うん、ところを掘り下げていくと、うん、なんかいいツールに出会えたりとか、うん、いいお相手に巡り合えるかもしれないですよね、うん、そうだよね、うん、だから今やっぱそのコロナが始まってからやっぱちょっと遊び方とか外出の仕方がね、うん、いろいろ変わってきて、やっぱ家族との時間っていうのを大切にする人が増えてきたなって思うんだけど、うんうんうん、そのお金の使い方も、はい、なんかこう自分だけっていうよりも家族で楽しめるっていうところにお金を使う方が増えてきたなって思うから、やっぱりそういうところで家族作りたいって思う人が多いのかなって思うんですけど、うんうん、もうね本当ね、こういう早くこう使ってほしいなって思ったりする、うん、だから、うん、ね、ね、そこに気づいてほしいなっていうね、うんうん、ところですよね、そうだよね、うん、でもねそうだよね、やっぱね30代後半から40っての男の人、あでも50もそうかな、40ぐらいの人とかってなんかね自信に満ちあふれてんだよね、うん、まあ、やっぱねお仕事バリバリされてきた方が多いと思うので、あ、そっかそっか、そういう自信もあるんだと思うんですよね、うん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 、でもねこの間言ってたもう一人全然違う人なんだけど、うんうん、40過ぎの人、いやめっきり40になってからモテなくなったと、うん、でアプリやってるんだけど、うん、まあ、今度来月ねちょっと私入会するってなってるんだけど、うん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 、アプリずっとやってて、この間一緒にアプリをどんな感じなのアプリって言って見せてもらったの、うんうん、そしたらまあまあいっぱい登録されてるんですよ、うん、でピッて押したりとかこうやってやるんだっていうのを見せてもらって、ああなるほどこうやってやるんだねなんて言うけど、やっぱり何人か会うんだけど、本気じゃないと、うんうん、本気じゃない人が多い、そうだと思います、なんかご飯ご馳走してくれるとか、うん、ちょっと寂しいからちょっとこう誰か会ってみようかなっていうところ、うんうんうん、めんどくさくないから、うんうん、友達とか本気で付き合っちゃうとめんどくさいからっていうのがあるみたい、うん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 、そうだと思います、ね、だから結構マッチングアプリと結婚って結構かけ離れたところにあるんじゃないかなって、かけ離れてはないですけど、ね、結婚までの距離が結構長いんじゃないかなっていう、うんうんうん、いや長いと思う、あの感じ、私も初めて見せてもらったけど、うん、あの感じで結婚はちょっと遠いよね、遠いですよね、うん、そう思います、まあ、もちろんねマッチングアプリでね、うん、知り合って半年後に結婚しましたっていう人たちもいると思いますけど、うんうん、だいぶ少ないんじゃ割合的にはね、うんうん、じゃないかなとは思いますよね、うん、でもやっぱその、うん、そうね、私のその知り合いの人は自分のアピールポイントは お金の安定っていうところで、うん、それ以外やっぱ40になっちゃって、うん、やっぱモテなくなっちゃったから、うん、作戦としてね、うん、やっぱこう早めなところでこう新しく登録した人を狙うんだとか、うん、いろいろやっぱアプリ対策は、はいはい、ありますね、されてるみたいなんですよ、うんうんうん、はあ、なるほど、ね、そんなこともあるんだと思いながら、うん、そのまあ、アプリ対策しても結構結婚がやっぱしたいんですよ、その方も、うん、結構長いんじゃないかなと思って、うんうん、でやっぱ来月入会っていう運びになったんですけどね、やっぱそこに気づいてもらうまでに結構数ヶ月かかりました、うんうんうん、まだ男性の方がやっぱ保守的な方がね多いので、うんうんうん、男性の方が結構自分で決断するまでにもしかしたら時間かかる方多いかもしれないですね。女性は結構ノリというか、うんうん、感覚的に生きてるところもあるじゃないですか、うんうん、よしじゃあやってみようみたいな、うん、話聞いてあじゃあやりますみたいな方もいらっしゃると思うんですけど、スイッチがね、そうそうそう、うんうん、男性はやっぱり一旦持ち帰って数ヶ月悩めますみたいな、
方も多いんじゃないですかね。まあ、それはそれでいいと思うんですけどね、うんうん、ただ一日も早く始めた方が年齢的にはね、一日一日年齢重ねていっちゃうので、うんうん、まあ、結果始めるんであれば早い方が絶対いいぞっていうのは言っておきたい、うん、でやった人が必ず言うもんね、あのやってよかったって、うん、ね、そうなん、ね、そうなんですよ ね、 ね、うんうん、いう、あの決まった方ね、うん、やっぱ途中でちょっとほら挫折しちゃう人とかね、はいはい、もちろんいるんだけど、うんうん、成功大会まで行く人はね本当良かったってね、うん、なるから、ちょっとそこにね私たちもねアドバイスしてね、うん、皆さんに幸せになってもらいたいなって思うけどね、思いますね、うんうんうん、ね、そんな感じで、ね、そんななんか気負わないで気軽に始めるっていうね、まあ、多少お金かかっちゃいますけど、うんうんうん、ね、気軽にとりあえず3ヶ月とか、うん、旅行行くぐらいの気分みたいな感じで、うん、とりあえずやってみるっていうのをおすすめしたいですね。ね、うん、ほんとほんとそんな感じ、うん、ね、はい、はい、ということで、じゃあコーナー行きますか。はい、はい、今日のコーナーは、今日のコーナーは今日何飲むです。はい、カクテルの紹介をしたいと思います。はい、はい、あの前回も紹介したんですけど、うん、私カクテル本、カクテルのレシピ本を出してまして、うんうん、女の子のための可愛いカクテルっていう本があるんですけど、うん、この中から、一つレシピを紹介したいなと思います。はい、いやまだね、今日何だろう、暑いじゃないですか、うん、私コーヒー好きなんですよ、うん、で皆さんね、コーヒー飲む方もで、お家でコーヒー飲んだりとかカフェでコーヒー飲んだりする方も多いと思うので、うん、コーヒー使った簡単なカクテルですね、うん、あの紹介します。本で言うと66ページですね、うん、コロンビアというカクテルになってます、うん、これねめっちゃ簡単です、うん、あの焼酎、ま、ジンロあるじゃないですか、うん、ジンロ、ま、癖のない焼酎、うん、ま、オッカみたいな感じなんですけど、うん、これとあのアイスコーヒー混ぜるだけ、うん、へー簡単、簡単なんですよ。うーん、で、あのグラスの4分の1に焼酎入れて、うん、で残りの4分の3をコーヒー入れて、うん、まあ、軽く混ぜて飲んでもらう、うん、飲むんですけど、あの甘いのがそんなに苦手な方はそのままでもいいんですけど、うん、個人的には牛乳と、シロップちょっと入れた方が、うん、カルアミルクみたいな、カルアミルクがもっとライトになった感じ。カルアミルク結構甘いじゃないですか、うんうん、もっとなんだろう、アイスコーヒーよりというか 軽めの味になりますね。だからあれだよね、焼酎コーヒー割りってことだよね。あ、そうそうそう、いやコーヒー焼酎とかありますもんね。そういやね、え、あるの。なんか焼酎にコーヒー豆漬け込んで、うん、コーヒー味の焼酎作ったりできるんですけど、まあ、それよりもっと簡単にできるじゃないですか、うん、漬け込まなくていいし豆買ってこなくていいし、うんうん、まあ、普通にはだからジンロスーパーで買って、うんうん、スーパーでアイスコーヒー買ってくれば、うん、もうそれでできちゃうっていう、うん、なんかもう家飲みとかで、ね、おすすめですし、うん、なんか最近若者の人たちって、うん、低アルコール飲料が好きって、なんかビールとかでも 3%、うん、アルコール 3% のビールの CM とか結構やってるじゃないですか、うんうん、ね、だからアルコール低い、なんだろう急になんかねあの CM とか見てると、うん、酔っ払うと、うん、何もなんかもうね、あと寝るだけとかなっちゃうじゃないですか、うんうん、そこまでじゃないんだよって感じらしい。なんか他にも本読みながらとか、あ、なんかやりながら、あ、ふんわり感が欲しい。ふんわり感がね、そうそうそう、うんうん、あの泥酔は嫌な、なるほどね、そうそうそう、けどなんかちょっとふんわりはしたいっていう感じらしいですよ、最近の20代は。昔の20代はとりあえず飲んで飲んでみたいな、朝までみたいな気合いでみたいな、ね、一気みたいな、ね、そう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 、感じでどれだけ一気するかぐらいな感じだったけどね、冷水してなんぼみたいな感じだったけど、最近はもう、あの他のこともやりたい、明日朝早いしみたいな、明日朝もうドライブ行くしみたいな、意外に真面目な感じでやりたいこといっぱいあるんでしょうね。あ、そっか、いいな、ちゃんとやりたいっていう。確かに昔ってそんなにやれることも少なかったのかな。うん、どうなんでしょう、楽しみ方、まあ、あるんでしょうけど、うんうん、まあ、飲みも一つの楽しみとして、ね、うん、私たちは捉えるので、うん、そこに全力投球じゃないですか、うんうん、飲み会をとにかく朝まで楽しむみたいな、夜といえば飲むみたいな、ね、感じだけど、そうそうそう、今の時代夜でもいろんなことねやることもあるからね、そうですね、明日に備えてとかもあるみたいですしね、うん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 、だそんな若い方にもおすすめです。まあ、あ、すごいアルコール度数低くなるので、ね、コーヒーだし気軽にね、名前もコロンビアなのね、
そう、うん、コーヒーっぽい、コーヒーっぽい、コーヒーだからこそ、はい、ね、そうなんですよ。でなんかこれをね見ながら思ってたんですけど、うん、最近家飲みってあんのかなと思って、うん、若い人たちって家飲みするんですかね。でもしてるかも。してます。あ、娘さんね、娘いらっしゃる、あ、家にお友達呼んで、うんうん、あ、もうなんかよかったです。缶があるもん、うん、よかった、お酒の缶でなんかね、うん、そう、私たち若い頃というか、まあ、20代の頃とかね、うん、家飲みよくやってたなっていう気はするんですけど、うんうん、そう、最近の若い人は家でお友達と飲んだりするのかなっていう、逆にそうな、だから外に行かないのかもしれないですよね、うん、そう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 、だから結構そういう缶のお酒とか、外飲みはね、なんかね、高いからしないみたい、ね、うん、流行ったりするんでしょうね、うん、家飲み、うん、あとね、どっかを借りて飲んだりしてるんだ。へえ、すごい。それこそスタジオじゃないんだけど、すごいっすね、こういうところを借りてオールとか言ってる。そこで朝まで行くんですか。そう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 。すごい。なんか、まあ、ちょっとうちの娘のあれだけど、ダンスレッスンが今日あるから、うんうん、ダンスレッスンをしてそこでもうスタジオ朝まで借りて、ままちょっとみんなでこう飲んだり、そこで寝ちゃったりとか。まあでもそれスタジオだったらどんだけ騒いでも、そう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 、音楽爆音でねかけてもめちゃめちゃ楽しそうですね、うんうんうん、合宿みたいな感じになっちゃうかな。なんかだからいろんなね、楽しみ方ありますね。あとそう、開発とか今あるじゃない。開発、あ、はい、開発ね、ね、なんかちょっとそういうところで、うんうんうん、飲んだりとかして、はいはいはい、もうそこでオールみたいな、うんうんうん、いろんな遊び方が、そうっすね、今時あるのね、うん、まあ、でもなんかそういう家飲みする方にも、そういう時にコロンビア、そうそう、 やってもらいたいです ね、うん、だって安いじゃない、こう瓶買って、そう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 、なんかそれがなんか家飲みのいいとこじゃない、なんか自分の好みにこう薄さとか調節して、じゃあ私シロップ入れるとか、うんうん、私牛乳入れるとかね、うんうん、やってワーキャーやってもらいたいですよね、うんうんうん、そういうのいい ね、 ね、そうそうそう、今ほら民泊とかもね、はいはい、流行ってるしね、だからそこ、うんうん、とこに持ち込んで ね、うんうん、ね、いいと思う。そう、そういうのをやってもらいたくてこの本出したんです。先取り、ね、そう、もう簡単なレシピ、ね、もう大さじ小さじ、ね、だったりこう、うん、目分量でいけるようなやつしか載ってないので、うんうんうん、ぜひこういうの買って、うん、おうち飲みも楽しんでもらえたらなと思います ね、うん、ね、本当そうだね、はい、なかなかね、でも自分でこう私はね作れないんだけど、まあ、いやでもこれ、これもう割るだけだったら全然簡単じゃない、普通に牛乳入れるような感じで、うん、ね、だからこういうのがあるとこう見て、うん、あ、これぐらいでいいんだと思うんだけど、うんうんうん、自分でやろうと思うとなんかかしこまっちゃって、うんうん、どれぐらいか分かんなくなっちゃう。そうですよね、けど、うんうん、そう、だから多分みんな測るのとかがめんどくさいんで、もう慣れてきちゃえば、うん、私この濃さが好きみたいなのが分かってくるから、うんうん、そうだね、もうじゃあじゃあで、うん、もういいよね、だからそうそうそう、まあみんな可愛いカクテルを一回買ってもらえばいいかな。そうです ね、 ね、 ね、あれ、これアマゾンでも買えたよね。買えます、ね、うん、アマゾンってじゃあ買えます。女の子のための可愛いカクテルぜひよろしくお願いします、ね、そうね、うん、見た感じもすごく分かりやすいから ね、 ね、はい、うん、はい、ということで、うん、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。はい、はいはい、はい、またねコメントも欲しいですね。そうですね、じゃあメールアドレス言っときますか、うん、はい、お願いします。はい、メールアドレス somethingfor04@gmail.com、something for は英語で04数字でお願いします。ということで、はい、また来週ですね、はい、よろしくお願いします。はい、楽しみに、さよなら、はい、バイバイ。